内江発電所は、北海道空地郡内江町沖縄室内にある、北海道電力の石炭火力発電所。北電の火力発電所の中では、最も古い。石炭産業の車用化や、農業の近代化に伴う過疎化対策として、内江町が1961年1月より、火力発電所の誘致運動を展開し、1962年9月建設を、決定。 官民有地合わせて143丁部の敷地を買収し1963年着工し、総工費約155億円を投じ、1968年5月に1号機が運転を開始、1970年には2号機が運転を開始した。燃料には近隣地域で採掘される国内炭が使用されている。2017年12月13日、 北電は運転開始から半世紀近くが経ち、老朽化で多額の維持がかかることを理由に、2019年3月をもって運転を休止する方向で検討に入ったことを明らかにした。2018年2月には積雪により屋内貯炭場の屋根が破損し解体され、2019年にはボイラー内部での蒸気漏えいが発生。 その後2019年3月31日をもって運転を休止、約50年間の総発電量は900億、キロワットアワーに上った。新設の石狩湾振興発電所を代替施設とし、休止後は供給力不足長期火事の利用を目的に、発電設備の維持を行うとし2019年10月以降は、発電所。 海兵所の遠隔監視装置を導入した上で、無人発電所とした。ありがとうございます。